今月の手話、令和6年10月号です。10月1日は眼鏡の日、10月10日は目の愛護デーと、10月には目にちなんだ記念日が多くあります。今回はメルベイユ森の森信康さんが手話を紹介します。メルベイユ森、森信康です。まずは自分に合ったメガネをかけて目の健康を守りましょうの表現をご覧ください。それでは単語ごとにポイントを紹介します。人差し指で胸元を指差し、手首を軸にして指先を跳ね上げます。両手の人差し指を合わせます。両手の親指と人差し指で半円を作って両目に当てます。人差し指で目を指さします。両手の握り拳を上下に2回振ります。立てた左手親指の周りをくるっと囲むように右手を動かします。いかがでしたか？のみしでは手話に触れていただくため、今月の手話を月1回配信しています。次回もお楽しみに。